僕、前からずっと思ってたんやけど。うん。僕らの色って変とちゃうえ、そうか色の三原色って知ってるああ、赤、青、黄色やろうちらは、そのうちの二色をこってり使ってるんよ。普通はさ、ベースの色は白っぽい色とか、グレーとかベージュとか、薄めの色混ぜること多いけど、うちらは原色だけよ。現にさ、他の関西の大手施設のバス会社見てみなよ。 確かに目立つかなそうやろ僕は自分の色見てたら、<え>アマゾンの毒ガエルにしか見えへんのよ。いや、それはちょっと言い過ぎやろ。それにな、近鉄バスって、今1980年代の復刻塗装バス走ってるやろ。あの塗装から今の塗装の間にもう一つあるん知ってるいや、知らん。これや。ああ、んまりいけてないな そうやろこれはいけてなさすぎたのか ?10 年ぐらいで消えたでやっぱ我が社はセンスがない。こんな青と黄色ってベンチャー企業みたいや。歴史のあるバス会社の塗装とは思われへんぞ。わかったわかった。まあその話は仕事が終わってから飲みながら話そう。あいつめ。あんなこと聞いたら、俺、これから自分のこと、アマゾンの毒ガエルとしか、 思えんようになってしもた。アマゾンの毒ガエル。アマゾンの毒ガエル。ええやん。